タモン・アンドリューは日本のドラマプロデューサー。本名も同じ。BS、TBS メディア事業局長、統括プロデューサー。東京都出身。祖父は作家のー。文ワ・タモン・アンドリューという名前は本名であり、名字がワ、名前がモン・アンドリューである。タモンは仏教用語であり、寺で育った祖父文ーが名付けた。 アンドリューはクリスチャンである、ドイツ系アメリカ人の母親がイエス・キリストの弟子、アンデレの名を取って名付けた。TBS 社員の中で一番長い名前である。また、携帯刑事、ザ・ムービーのメイキングでは、佐藤二郎から日本一名前が派手なプロデューサーと呼ばれている。ちなみに、ローマ字表記では、ニワタモン・アンドリュー。特技は早口。スタッフが聞き取れずに困っている暇に、 話をまとめてしまうという欠点はせっかちなこと。口癖はテレビは冒険だ。BS 史上初の試み。モットーは大きな企画、小さな予算。趣味はゴルフと舞台を見ること。舞台は多い時で年50回ほど見る。もともとは映画監督を目指していて、学生時代には自主映画も作っていた。しかし、 当時フジテレビに勤務していた父親の映画は社用だからやめとけ TV にしろの一言で TBS に入社した。本人曰く作品が作れればよかったので映画でも TV でもどっちでもよかったとのこと。雨男で撮影現場に行くとよく雨を降らせる。そのため現場から来ないでや早く帰ってくれと言われたこともある。 しかしプライベートでゴルフをした時は逆に晴れになることが多い。制作部門に着く前には報道部門の経験もあり、記者として現場中継などニュース番組に出演していた時期がある。2015年7月3日放送の昼帯では西の島の火山活動の話題を伝えた際、1991年に西の島の現況をリポートした時の映像が流れた。 TBSBSIBSTBS BS これまでも多数の若手女優を積極的に起用してきており、その中には現在ブレイク中の若手女優も多い。TBSBSTBS BS すべて BSTBS BS。ありがとうございます。